はい、では続きやっていこうと思います。さあ娘ちゃんに話しかけようか。ワクワクするわ。あれ、それだけか。あにゃにゃーん。でワンちゃんは寝てるもんな。トビーは sweet slumber after a hard working day. On my pillow. どこ行かなきゃいけないかな。娘ちゃんはなんかお隣さんに本を借りたみたいなことを言っていたけれど、あれ、ちょっと待ってよ。ちょ、やること見とこう。トムの父親ジョージ・ハーストの失踪について、うん、特に何も出てないんだよな。イベントになったから、あれ、もしか本なんか調べなきゃ。あ、これか、グランストーンウォークってやつを調べないとダメか。ほうほう、グランストーンウォークはマーシュ教の招待状に同封されていた地図に載っていた場所だ。ということはここではなさそうだな。場所の話、なんかこれさ、なんか年代物ってすごいなんか調べる気うせません。なんか一個ずつ見ていくの面倒ってなる。面倒って。グランストーンウォーク、芸術と建築とかなんか、ああ間違った。あ、どうしてもまだ慣れんな。バツバツ。違う感じがする。おお、ちょっと待って。経済学。歴史？これじゃない。That's not the one I need. That's not the one I. That's not the one I need. That's not the one I need.どれや、一個ずつ見ていくか。歴史もなんか違いそうだもんな。お、なんだこれ、グランストーンウォーク。あ、あった。グランストーンウォークはエッピングフォレストに生える、奇妙で不思議な木です。その名前の由来は確かではありませんが、多くの伝説や神話が残っています。言い伝えではその木の近くでは魔女たちが何世紀にもわたり儀式を行っていると言われ、その幹を触った者は一生呪われると言います。怖っ怖っ。え、でグランストーンウォークって実際に、あ、そうか、これあれだよね、あのロンドンだから普通にあるんですよね、実在してるんだよね。グランストーンウォークはエッピングフォレストにあるジョージハーストの地図にあった場所だ。はい、オッケー、牧場じゃない。あとは特に調べるものはなさそうかな。一生呪われる。でもこのなんか、あのおとぎ話でもないけど、その噂話みたいなものがどう関わってくるかって話よね、事件と。よう娘、早くお友達にお話ししたいわ。移動かな、これは。移動モードか。マシ教の家には行けない。あ、あ、神経研ぎ澄ましモードがあるけど、まさか自分の家にはなかろうてないよな。お、L1 もなかろうてないか。ないよな。いや、これなんかヒントないのがまたちょっとあれだよね、あの探索意欲をかきたてるよな。あ、これどうだろう、どうなってるかな。正体、あ、特に何もなさそうか。オッケー。どんどんね、出来上がってきてはいるんですけど、推理空間が難しいの。坊や。ああ、まだか。どこもないか。お家ってわけでもなさそうだしな。隠れ家ってわけでもなさそうだよな。よし、
戻ってきたけど、ああなんだここか、エピングフォレスト。地図を調べなきゃあかんかったみたいね。手分けの地図から場所を特定してみよう。え、難しくないですかこれ。あ、こっちも行けるけど、あ、ここか？違う。あ、難しいよ。あ、ここ？ここ？あ、違う。もうちょっと下か。わあ、実際にこういうことやってんだよね、探偵さんってすごいよな、ほんとな。わあ、で、結構この地図広いっすな、広いっすわ。いやもうさ、こういうの見ただけさ、もう私が方向音痴っていうのみんなわかるでしょ。ほんとね、ダメなのよ、もうほんと地図が読めない。地図がね、読めなさすぎてね、友達がね、もうね、呆れ返るっていうねことも多々ありました、今までね。んー、どこだこれは。これ絶対合わせたい、絶対合わせたい。一人でやりたい。なんかさ、こういうなんかあのイベント系ってスキップできるらしいんですけど、でもね、せっかく遊んでんだったらちゃんとやりたいよな。どこ？ん？この3本線が目印だと思うんですけど、あとなんか下の方になんかあるよな。一番下の方なんか森なのか何なのかよく分からんけど、3か所、3つに分岐してる道路とかあるか。あ、ここか。ここ臭い。あった。クソ、森で何が起こってるか知るためには急がなければ。オッケー。ねえお父様、あのね、ウィキンズってよくここに来るの？たまに事件の調査は助けをしてくれるよ。話がしてみたいの。お、だって学校で女の子としか話せないでしょ。3人みんなすごく退屈なのよ。彼のたくさん面白い話を知っているはず。なんでロマンチックなのかしら。あ、ウィギンズくんちょっとイケメン風だったからな。衝撃、サトス。いや、どうせならちょっとここ恋路に発展させたいから凶暴すっぺ。よし、イケと君の考えはお見通しだ。ウィギンズを恐喝なんて言ったかい。にょとかこういうことで、お父様ったら私のことをそんな風に思ってな。それって最高。いや、ケイト、はいはい、お父様の邪魔はしません。そういう方向じゃないの。そうなの。まあいいか。あ、地図正体。お、よし、来た。これだな。ジョージ・ハーストはマーシュ教と同僚がエッピングフォレストで会合を行うことを知っていた。お、おお、新しい手がかり。エッピングフォレストに行く。マーシュ教とユージーナは会合のためジョージ・ハーストの地図にあった森林に入っていった。よし、オッケー。あ、ってことはエッピングフォレストに行けってことだよな。オッケー、進む。じゃあ行くか。あった、よし。ウィギンズくんか。ウィギンズくんホームレスなんですよね。でもなんかホームズさんの調査に協力をねしてくれてる少年で、あの尾行をねした時出てきた少年ですけれども、いやー、合わせたいな、やっぱさ、ねえねえ、ちょ、こ恋恋愛部とかに発展させてね、ウヒャウヒャしたいな。ウヒャ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 。お、あ、これオープニングか。オープニングのやつ。あ、ホームズくん、ホームズくん撃たれてますけど、ホームズくん。もうワトソンくんに無茶は無理はするなって言われたじゃない。ちょっとちょっと、え、ないない、え、ちょ、何をしなきゃいけない。
作れる。木で塞がれている。こっち。殺されてまだ間もない。体が温かい。裕福ではなかった。またかよ、おい。痛い。お前よくネズミ捕り引っかかるな。ちょ来てるから、来てるから、ハンター来てるから隠れて。よし、オッケー。怖え。どこまでわしゃ逃げればええんや。ちょ未生した雑草、岩滑り、こ
こっち、どっちに行けばいいのか、どこが正解なのか私わかんないけれど、あー、こっちじゃなかったか、泥の方行けってことか。了解。よし、行け。これ何人なの、これ撃ってきてんの、何なのさっきから。ほんと銃社会怖えわ、もうほんまにな。お願い逃げて。オッケー、よし、やばい、こっち、怖い、隠れて。沼地へ身を隠した間、シャーロックの能力を安全な道筋を確認できる。どこよ、どこどこどこ。沼地で身を隠している間、怖い、隠れる、どこ、おー、こう出とるな、オッケー、こう行けばいいのか。でここで一回隠れて道確認した方がいいよな。怖えー、ほいほい、でこう行けと、ほい行くよ。よし、だいぶいいところまで来た感があるよ。あー、ようやく抜けられそうなの。あー、怖い、よいしょ、オッケー、いけたー。はー、で、まだ私は逃げないといけないですか、超怖いから。よし、行くよ。I'm following your tracks. 怖い、逃げてスタミナ回復して行きます。怖い、あ、よし、あー、もうホームズくん、もう万能かよ、もうこんな撃たれて、もう惚れる。あ、突きつけられた銃っていう。あ、ちょ、
で死体発見なんですけど、やべえ時間がだいぶもう長くなったので、今回ここで終わりにしようと思います。すまんな。じゃあ次回にちょっとね、この死体を調べるところからやっていこうと思います。あー疲れた、マジ疲れた、マジ疲れたもう心臓に悪かった本当に。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。